大井健太郎大阪事件とは、1885年に起こった自由民権運動の激化運動の一つである。この事件は1885年12月に大阪で起こった自由民権運動の激化事件の一つで、自由党左派の企てた朝鮮内政改革運動である。1882年の人後軍乱を契機として、朝鮮問題が、 複雑化を呈するとともに、自由党首脳部もこれに強い関心を寄せ、特に独立党の金玉金らを支援する態度をとった。1884年、後藤翔二郎は、板垣大輔と共に資金を、フランス公使に仰ぎ、朝鮮の宮廷改革運動に乗り出そうとした。ところが、この動きを察知した政府は起戦を制して、独立党人士によるクーデターを支援した。 しかし、このクーデータは、新国の介入によって、わずか3日で挫折した。東洋のジャンヌダルクと言われた、影山エコ自由党左派の活動家であった、大井健太郎らは、このような自由党首脳部や日本政府による朝鮮の内政改革策とは異なった立場から出発し、朝鮮人民による、 独立の戦いと、日本国内の自由民権運動を結びつけて、両国にまたがる一種の民主主義革命を目指した。大井健太郎を中心に、影山栄子や小林クスを、磯山清兵衛、荒井正吾、稲垣示すら旧自由党の一部は、同志を率いて、朝鮮半島に渡り、クーデターを起こして、時代統政権を倒し、独立統政権を打ち立てようと準備を進めた。 彼らは、更新政変で、クーデタに失敗した、独立党の金玉金らを支援し、朝鮮に立憲体制を築いて、新国から独立させて、改革を進めようという計画を立てたのである。国内における自由民権運動が政府の弾圧のため閉塞したため、海外に進出することで、日本の国威を発揚し、また国内改革をも図ろうとしたものであった。 爆弾を製造したり、資金を集めるため強盗も行われたが、磯山の返信によって、実行前に計画が発覚し、139人が逮捕された。小林、磯山は、外官罪で、軽金国6年の刑に処せられ、その他多くの人に刑罰が与えられた。クーデター計画の中心人物である大井と、朝鮮渡航部隊の責任者となった荒井は、 重徴益9年の判決を受けた。1887年、大阪市天皇寺区にある、ことぶき法事で、大阪事件関係者の慰霊祭が行われ、1889年2月、大日本帝国憲法発布の恩赦によって、大いらは釈放された。福田栄子の著書、めかけの反省外には、この時の習慣の状況が描かれている。後に、 社会主義者となった英子は、この事件を改装してあまりに国権主義的であったと批判している。なお、稲垣示すは、入国中に読んだ短歌300首を、後にサゴロモ州としてまとめて刊行している。後に、近代的な文芸評論で名を馳せる詩人、北村東国は、当時若年ながら自由民権運動に参加していた。ところが、 この計画の資金繰りのための強盗行為に誘われたため思い悩んだ末運動を離脱したただし後に発表した調子蘇州の歌にはこの事件の面影があると言われているありがとうございます